日米通商公開条約とは、日本とアメリカ合衆国との条約で、以下の諸条約がある。1894年11月22日調印。1899年7月17日発行の通称、道のく条約。1911年2月21日調印。同年4月4日発行の通称、小村条約。 1五十三年四月二日、超印、同年十月三十日発行の日米、友好通商公開条約。2は、日本が、関税自主権を完全に回復し、不平等条約の改正に成功した条約。日米就好通商条約に代わり、むつむねみつ外相時代の八百九十四年十一月二十二日、栗の新一郎中米講使とウォルター・ムーレシャム、 国務長官の間で日米通商公開条約が調印され5年後の1899年7月17日に効力が発生した。道の区外省時代に締結されたため日本が他の国と結んだ通商公開条約とともに道の区条約と通称される。これによってアメリカが日本に対し保有していた領事裁判権が撤廃された。ただし、 この条約も、その第二条に、アメリカは、日本人移民の入国、旅行、居住に対して差別的立法をなし得る規定を有した。この年の7月16日にイギリスとの間で、調印された日英通商公開条約をその行使として、1899年7月の発行以後日本の外国人居留地は廃止されて、内地雑居状態となった。 小村寿太郎内田交裁省村の条約改正の中で列国中最も早く締結された通商公開条約で日本は関税自主権を回復した。道の区条約は1911年7月16日が満期日に当たり、1909年8月第二次桂内閣はそれに向けて条約完全改正の方針を閣議決定した。1910年 桂内閣の外務大臣、小村寿太郎が条約規定に従って満期日の1年前にあたることからアメリカも含む13カ国に廃棄通告を行った。改正交渉は1910年1月から列国と次々に始まった。日露戦争の勝利により日本の国際的地位は格段に向上しており、日本における立憲政治の充実が海外にも知られ、 列国との交渉は順調に進行した。首相、桂太郎も、専任の大倉大臣を置かず首相兼任として、省村の条約改正を全面的にバックアップした。1911年2月21日、アメリカのワシントン DC で、日本の内田公債中米大使とフィランダー、シーノックスアメリカ合衆国国務長官の間で、新しい日米通商公開条約が調印された。 道の区の改正した旧通商公開条約には日本人移民をアメリカ政府が国内法で制約できる留保条項が設けられていたが日本人移民はアメリカによるハワイ併合後の1900年以降さらに顕著に増加し日本政府は移民に対する差別的法律が合衆国内で制定されるのを防ぐため1907年及び1908年に 日米新市協約を結び、自主的に移民を制限した。しかし問題は解決されなかったので、日本政府は日本人労働者のアメリカ移住に監視過去3年間実施してきた移民の制限と取り締まりを今後も維持するため新しい通商公開条約を結び、完全自主権を完全回復することに成功した。アメリカは新条約批准にあたり、1907年のハワイにおける 日本人移民のアメリカ本土への転向禁止令の有効性について日本側に確認を求め日本は同意した。新条約は1911年4月4日に発行し日本は同年イギリス、フランス、ドイツなどとも同様の改正通商公開条約を結んで税権の回復を成し遂げる国と対等の立場に立つこととなった。しかし アメリカは1924年、ジョンソン・リード法により新種協約を一方的に廃棄する。自動車製造事業法が徐々に国際問題化し、続いて日中戦争が勃発、拡大する中、1939年7月26日、ルーズベルト政権のコーデルハル国務長官が日本の堀内健介中米大使をワシントンの国務省に呼び、 日本の中国侵略に抗議するとして、本条約の廃棄を通告した。6月には、天津にある英仏疎開を封鎖した。この問題について、東京で、有田八郎外相とクレイギー中日イギリス大使との会談が開かれた。日本は、日中戦争の遂行と占領地の経営に、アメリカからの物資、資材、原料の輸入を必要としていたため経済面で打撃を受け、 アメリカの破棄通告は外交的にはイギリスの対日情報を牽制する上で大きな影響があった。安倍内閣の野村義三郎外務大臣はジョセフ・グルー中日アメリカ合衆国大使との間に暫定協定締結を試みたが成功せず通告6ヶ月後の1940年1月26日に執行した。これにより日米間は無条約時代に入って 不安定性が一層拡大することとなった。野村はこの後、中米大使として太平洋戦争開戦まで日米交渉に当たった。日本敗戦後の1951年9月8日、49カ国がサンフランシスコ講和条約に署名し、1952年4月28日に発効した。これにより国際法上、正式に 日本と連合国との間の戦争状態は終結したものとされ、日本は主権を回復した。日本の主権回復に伴い、1953年4月2日、東京において、日米友好通商公開条約が調印された。時の内閣は、第四次、吉田内閣であり、外務大臣は、戦後の台米協調外交を担った一人である、岡崎克夫、アメリカ側全権は、 中日大使のロバート・ダニエル・マーフィーであった。本条約は、日米間の通商及び投資交流の促進のための最恵国待遇及び内国民待遇の原則を基礎としており、日本が第二次世界大戦後に旧連合国と締結した最初の通商条約となった。なお、翌年には、岡崎外相とジョン・ m アリソン中日アメリカ大使との間で、 日米相互防衛援助協定が結ばれている。ありがとうございます。